エンディングを始めたいと思います。もうちょっとお待ちください。結晶が実って、先生にも恵まれて開催することができました。ありがとうございます。さあこのエンディングでは、ベストドレッサー賞、そして、ベストバネサちゃんは選ばれませんので安心してください。参考までに後でご紹介させていただきます。あ、ベストプラカード賞、そしてバルーンリリースを最後に行いたいと思います。まずは虹色ど真ん中パレードの実行委員長アンマユキより挨拶があります。どうぞ。アンマーイエーイ。アンマー、この人がいなかったら早く上がって。さあありがとうという気持ちを持って拍手でお迎えください。アンマー、ちょっとテンパってる。アンマー、お疲れ様でした。すごくあの楽しいパレードで、あの沿道でこう応援してくれる人とか、まあ、長くっていう土地柄もあるかもしれませんけども、明らかに業界人という方もいっぱい応援をしてくれて、ね、本当にあの楽しいパレード、あの大成功でした。スタートの時よりも何かすごく増えてませんか。なんかね、最初は300いくかなどうかなぐらいでしたけども、警察の方も350はいるって言ってましたから、もっといますよ。さすがポリス。400は超えてるんじゃないかなと。そうですね。本当にこう名古屋でパレードやるっていうのは、私もなんかどうなることかわからなかったですし、まあ、私もあまりこのゲイコミュニティやレズビアンのコミュニティにずっと昔からいたわけではないので、どんなことになるかしらという感じだったんですけれども、なんか皆さん本当に応援してくれる輪が広がって、こんな立派なパレードが成功できました。本当にありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。で、来年も、また再来年もっていう風にね、どんどん続けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。全国各地の方が今日もね、いらっしゃってますし、いろんな業界の方いらっしゃいますのでね、いろんな輪を広げていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。さあ、それではお待ちかねの賞の発表に参ります。ありがとうございます。さあ、それではまず、ベストプラカード賞を発表します。プラカードを持っている人は挙げてください。じゃーん。今やる、一通り読んでみましょうか。そんなに遠い字は読めませんでした、ね、暗い、ゲイはひょっとして変わっているかも、でも変人じゃない。恋人じゃないですか、それは。あ、変人じゃないですね。あ、ねえ、変わってませんよ。私は変態です。正解です。それでは、発表したいと思います。割と実行委員の独断で選んだベストプラカード賞はこちらです。じゃーん。はい、どうぞ登場してください。もうこの親父ギャグを許しましょう。大輔大お得、おめでとう。大輔大お得、おめでとう。
えるお食事券です。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、お名前は簡単でいいですから。めぐみです。めぐみちゃんです。おめでとうございます。えぇ、何かアピールあります。あのこのバイテバイ男の後ろに彼女可能されてほしいのってありますね、ぜひ彼女候補の人ぜひどうぞ。はい、ありがとうございます。さあ続きまして、ベストドレッサー賞を発表します。虹色ど真ん中パレードで一番目立っていた衣装の人が選ばれます。あのね、プロの方は選ばれませんのでご了承ください。ね、営業活動の一環が入ってますからね。さあそれでは発表いたしましょう。誰がいいと思いますか。ごめんなさい。それでは発表します。これね、今ね、皆さんバラバラにいるんですよね。ゴジラパンダ、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 パンダね、2匹いるのよ。そう、パンダ、私ね、パンダ大好きなのよね、日中友好の証としてね。そうなのよ、結構切実に好きなんですけどね。さあ、それでは発表しましょう。もう決まりましたよ。うん、あのさ、ゴジラ、ゴジラ、パンダ。では参りますよ。別にあの普通の格好をしているのがいけないわけでも何でもありませんからね。全員神で格好をすればいいわけでもないんですけど、あの自分らしくね、一番自分らしく歩いた方に、そう送りたいと思います。ですね、ちょっとね、女の子が続くのでゲームの人から反感買ったら私の責任で、あのごめんなさいということで発表します。皆さんお揃いの NSM の方かな、あのひらひらの、はい、皆さんどうぞ。おめでとうございます。これプロ、まあ、プロ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 、おめでとうございます。ひなちゃん、はい、ちょっとプロっぽいですけど許してくださいということで、おめでとうございます。まあ総合的に見てね、一番華やかに、レインボーカラーをあしらって可愛かったと思います。おめでとうございます。今日の衣装のコンセプトはレインボーですね。そのままですかね。さあ、あとは商品を、商品は後ほどお渡しいたしますので。ということでベストドレッサー賞でした。ありがとうございます。そしてこの後は、アフターパーティーが皆さんをお待ちしております。アフターパーティーに出る方はちょっとこの辺に出てもらったりしてもいいですか。宣伝しましょう。そう、あのドラッグクイーンの皆さん集合してください。ドラッグクイーンの皆さん集合してください。はい、舞台の上にどうぞ。出演者でしたね。ありがとうございます。この後はアフターパーティーが行われます。さあ、アフターパーティーの場所はラグリアンカフェです。ラグリアンカフェのお母さんです。レスペランザ、場所を説明してください。はい、場所はす
ぐそこにあるウォークライオンビルの1階一番奥になります。はい、わかりやすいんで皆様ぜひ待ってます。はい、ありがとうございます。手短でよかったですね。さあ皆さん、今日パンフレットお持ちですか？お持ちですか？若干部数テントにございますので、ぜひお持ち帰りください。パンフレットを開きますとね、紹介されておりますので各自ご覧ください。ちなみにですね、今日は女子大中が、ハロウィンパーティーが開催されます。女子大中の場所で、なんと7カ所、女子大にある7カ所のクラブが、ハロウィンパーティー一色になります。このハロウィンパーティーにそのままご入場できます。はい、このリストバンドをされている方はラグリアンカフェで受付を済ませていただければ2000円でご入場いただけます。でそれで後の他の7会場すべてリストバンドを提示することによってただで入れますのでお願いします。ちなみに通常参加者は3000円ですけれど、 LGBT とその理解者の皆さんだけ2000円で入ることができます。リストバンドをしてラグリアンカフェアフターイベントが2000円で入れるって、そのまま入れるという形ですので、ね、はい、ややこしいですけれど、必ずアフターパーティーから入ってください。アフターパーティーが5時から開催されます。その後5時からアフターパーティー開催します。5時半からビアンの方々の座談会があって、そうですね、はい、1時から格付けし合う芸のお店子たちありますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、早かったですね、ありがとうございます。はい、さあそして今からバルーンリリースを行いますが、ちょっとだけ宣伝させてください。今回のこのバルーンの、準備にあたりまして、女子大あれボーって言ってますね。これ今大事なところですから、ほら。女子大ゲイバーダイヤモンドグループさん、そしてバレンティーウェディングさんにご協力いただいております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてカンパレとかの宣伝はもうしてありますよね。11月にカンパレと沖縄でもパレードがあると。で来年は札幌が、パレードがファイナルパレードがあるということでね、行きましょう。さあではいいですか。バルーンリリースを行うにあたって、写真に写ってはいけない方はですね、こっからみんなで上げて写真を撮る方とかがこっから写真を撮ると綺麗に上げてる感じに見えますので、写真に写ってまずい方はちょっと後ろめに、ぜひ自分はアピールしたいわという方は前の方にお集まりください。さあそしてですね、テント側は木がありますので、なるだけもうちょっとね、私に向かって右側に移動してください。さあ皆さん立ってください。はい、かわいい子順で移動してくださいね。寄りすぎますかこれ、ね、ちょっと寄りすぎてるみたいなんで、もう少し先戻ってください。もう、ね、いい運動になりますね。はい、どうぞどうぞ。こういう時に可愛い子のすぐそばにね行ったりして楽しんでくださいね。せっかくのチャンスですから。さあ皆さん、バルーンリリースをあげるにあたって注意事項がございます。カップルの人に多いんですけれど、風船を2つ同時に結んであげるのは、やめてください。大丈夫ですね。風船を結んでしまった方はほどいてください。2人の中はこんな関係ではありません。紐をほどいたところで外れるような関係だったらね、他の人を見つけましょう。風船ありますか？
めてのど真ん中パレード皆さんにお疲れ様とありがとうの気持ちを込めて皆さん何かします？これ私があのカウントダウンしてもいいですか？イエーイ。はい、じゃあここからあの録音してくださいね。あ、録音、音とっても仕方がないわ録画してください。皆さんあのもう今日は NLGR と違ってあの録画していただいても全く問題ありません、写真も撮っていただいて OK ですのでね、写真を撮る方は写真を撮ってください。ただですね、全員が、風船を上げた時に写真を撮ってる風景になるとそれはそれでちょっとイマイチなので、まあ、あのうまそうな人に一括してもらうっていうのもいいですね。いいですか？スタッフの皆さんも OK ですか？風船持ってる人は手を挙げてください。ただいま警察より報告がありました。パレードの正式な参加者を報告したいと思います。はい、風船を下ろしてください。お行儀がいいですね。パレードに参加した皆さんの数は400人です。そして沿道から応援していただいた方を含めると800人との報告がありました。ありがとうございます。はい、早速つぶやいてくださいね。それでは参りましょう。虹色のど真ん中パレード2012、成功を祝しましてバルーンリリースを行います。カウントダウン皆さんで10からお願いします。10よ。私これさ、前昔はもう長いわね3からやってね、怒られたことがあるのよねそれでは10から行いますよ。虹色ど真ん中パレード2012、名古屋での初めてのパレード開催を祝しましてバルーンリリースを行います。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、どうぞ。おめでとう。名古屋に新しい歴史が刻まれました。2012だけでなく今後も継続して活動していきましょう。皆さんご協力お願いします。ありがとうございます。さあ、それでは、アフターパーティー5時からですので、それまでの1時間は皆さんこの公園でたむろしていてください。ね、クロスの返却も受け付け始めておりますのでね、順に並んでお受け取りください。ありがとうございます。お疲れ様です。